歌展をご覧の皆さん、はじめまして。アロムの小室さやかと寺田まなみです。よろしくお願いします。歌展10周年おめでとうございます。10周年ということで、はい、10年前、はい、何してましたか？私はその時中学3年生だったんですけど、私滋賀県出身で、はい、すっごいど田舎なんですよね。なるほど。そう、うん、ど田舎ですっごい平凡に平和に山と田んぼに囲まれて生活してたんで、はい、まあ、10年後この東京に自分が住んでるとは思わなかったんで、うんうん、まあ、びっくりですよね。まあそうだよね、うん、まあ、私は都会っ子だったんで、うん、東京で普通の中学生やってたんですけど、うん、まあ、こんな10年後こんな綺麗な衣装で皆さんの前で歌うことができるなんて夢のような時間で、ね、今とっても幸せです。幸せです。そんな私たちアロムですが、6月20日にファーストシングル恋する乙女や雨模様がリリースされました。なんと、はい、作詞はつんくさんということで、です作曲もね、そうですね、はい、恋してる女の子の素直になれない、はい、もどかしい気持ちがぎゅっと詰まった曲になっています、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。よろしくお願いします。します。以上アロムでした。でした。バイバイ。